東京15区に都民ファーストが乙武五股を立てると発表していますが、五股の乙武は売国自民党の推薦というより売国自民党そのものであるらしいです。4月2日の立憲民主党の岡田幹事長の会見を見てください。天王山というふうに位置づけられるというふうにおっしゃいました。この参補選に向けたですね、全勝すべて勝利を目指されると思いますけど、それについ向けての決意を改めてお願いいたします。島根行く天王山って申し上げましたが、天王山がなんか山が2つできたかもしれませんね。東京中国は我が党は正式に発表しておりませんが、ここもファーストの会の候補者も決まり、かなり重要な戦いになってくると思います。もちろん長崎も、今週末また対馬に、私長崎と対馬に金土と行ってまいりますが、ここも重要、それぞれ重要だと思います。東京15区は乙武さんが候補者ということで自民党も推薦するというふうに茂木幹事長はおっしゃったようですが、私は自民党が推薦するというよりはもう自民党の候補者そのものだというふうに思っております。ただ自民党が前面に出ると具合が悪いので、ファーストが主導して出たような形になっているけれども、私たちの敵は裏金を隠して、そして逃げようとしている自民党であるというふうに考えています。